カッパ延長グッズ第3弾、12月13日まで延長のお知らせです。購入画面までたどり着けない、よくわからないという声を多数いただいております。大変申し訳ございませんでした。動画下説明欄より直接ショップに入れるように変更対応させていただきましたので、この機会にぜひどうぞ。はい、カバージ袋カッパ延長ですよ。じゃあ今度はね、海外の人が日本人の名字ね、名前名字のこの名字ね、名字がすごい多いのはね、その場所とか職業などに基づいて名字を決めていたからなんだぜみたいな、そういう主張してる人がいたんですね。でもさ、これって世界中どこの国地域にもある話じゃないの、こういうのね。だってイタリアなんかそうですよね。まあいいや、ちょっとね、まあ最初の人がね、今日学んだんだけど、日本人は貴族や侍階級を除いて1868年まで名字なかったんだ。それから政府が一般人も名字持つよう要求し、場所、まあ住んでる場所、職業、あるいは単に思いついた名字にして、今の名字の多様性、10万以上の名字が出来上がっているんだみたいな。でまあそれに対して、世界中の人たちの反応がこうでした。スウェーデンでは軍隊が兵士の名字を決めていた。ホニャララの息子っていう名前がたくさんありすぎたから、あ、ブレイブとかストーンとかオークとか名前つけたんだ。あ、そうなんだ。で次の人が、ノルウェーの田舎では名字で住所がわかる。自分の曽祖父は、やべ、これノルウェー語全然読めない。なんて読むんだ、 SKJAASTAD スジェテスト。ちょっと分からない。ちょっと読み方分かる人いたら、もしよかったらコメントください。という農場で生まれたが、別の農場に引っ越したら名字を変えている。引っ越したら名字変わっちゃうんだ。で次の人が、そりゃ家系図作るの大変そうだな。そうですね。っていうか、住所追っかけて家系図を、だ、逆か、引き方として。へえ、面白いですね。で、ドイツの一部では2つ名字がある。1つは祖先の名字、もう1個は農場の名前。この伝統は2世代前ぐらいまで続いていた。へえ。で、イギリスも同じだな。スコットランドとウェールズも父親の名前を名字みたいに使っていた。例えば、これは英語なんだろうけど全然読めねえな。要はなんか、そのなんとかオブなんとかみたいなこと書かれてて、要はなんだ、誰それの息子の誰々っていう、なんかそういう組み立ての名前だって言ってると思うんですよね。で次の人が、タイも同じだよ。名字は最近法律化されたもので結果としてたくさん名字が生まれた。一方ベトナムでは人口の半分くらいがグエンさんで、あ、そうなんだ、そういえばグエンさんいっぱいいますね。インドネシアの、ジャワ人にとっては名字は未だに貴族のもの。平民には名字名乗ること許されてないんですね。で次が、某国は 20% 以上がキムだよ。いや、乗り越えたぞ。で次は、ベトナムは 40% くらいがグエンさん、残りは12くらいの名字をシェアしてる。そっか、ベトナムはグエンさんいっぱいいるんですね。で、今度日本についてか、山中はインザマウンテン、田中はインザライスフィールド、こういう名前たくさんある。ライスフィールドって言われると。ライスフィールドか。まあいいや、ちょっと新しいな。で次が、あるいは山田とか山村とか山下とかかな。で、次の人が、その山なんちゃらっていうのはマウンテンって意味なのかな。で次が、オランダもナポレオン時代に似たようなことになったよ。1811年戸籍登録時名字が必要になったが、オランダ人の多くはあまり真剣に考えてなくて、おならとか変な名字つけた人もいた。で次の人が、ああ、オランダで研究してた時に研究所の創設者の名前がアントン・パンネクークだったけれど、パンネクークっていうのはパンケーキって意味だから、パンケーキ研究所っていう名前になってたよ。それから研究所にはバン・パラダイスっていう教授がいて、これは文字通り楽園っていう意味だよな。
オランダ人ってそういう感じで、次の人、自分のお気に入りはアンブレラアカデミーだよ。で次、つまり、死って意味の教授がいたよ。で次の人が、メキシコの友人が同じようなことを言ってた、原住民の多くは名字なかったから出身地とかの名前をつけてた、一方某国はみんな名家の名字使ってるから多様性がないまあ理由はね、うん、あえて説明する必要はないかな。で次の人、もし今名字決めてたらカタカナや当て字で大変なことになったな。で、次の人が、こんにちはコンビニ上アパートさん面白いなで次の人が、ジョークで言ってるんだろうが実際に上や下は名字に多く、使われている。で次の人、スミス、ポッター、クーパー、メイソン、テーラー、ん？オア・テーラー？一緒じゃないのこれ。スピナー、あー、ウェーバー、どれも職業の名字だよ。あ、そういうことね。で、職業変えたらどうなるの？そうですね、名字も変わるのかな。で、次の人が、ハイフンつけてレベルアップするんだよ。これ本当？多分違うよねこれ。で次、それが大抵の名字の由来では。そうですよね、大抵そうなんじゃないんですかね。で次の人が、そうだけど日本は最近ってことだな。ああ、これが嘘だな。オランダも1811年ナポレオンに来て決まった。まあこんな感じでね、ちょっと意味読み取れないところもいくつかあったんですけども、名字って確かなんかイタリアがすげえたくさんあるっていうイメージなんですけどもね、世界だと。うん、すごいですね。なんか理由の説明になってないんですけどね、この日本は最近だみたいな。なんか公式な場で使用できなかったってことはあったけどね、名字自体はありましたよね。うん、まあ実際にはその公的に、要はまあ昔このお上に対してって言ったらいいのかな、名乗ることは許されなかったっていうだけで、名字に相当するところはあったんですね普通にね。うん、だって普通にお寺とかさ、ね、保存されてるそのすげえ大昔のこの村民の名簿なんかには普通にこの名字と名前ね、ちゃんと揃って書かれてますからね。うん、なんかしれっとね、この嘘つかれても困るんだよな、欧米の人たちにね。自分たちが最近だから日本も最近にしときたかったのかな。うん、そういうの意味ないからね、やめた方がいいと思うんだけどな。そうそう、だから今回のこの内容はね、この最近、日本の名字は最近できたものっていうミスリードですよね。うん、多分ね、この人が言いたかったのは、その今現在のこの名字とね、名前、氏名、この明治以降の制度ですよね。だからそれ以前は全く別物じゃないですか。だからそのカバネとかさ、ウジとかで名字とか、あと屋号とかか、様々なこのファミリーネームがありましたよね。だそれを複数名乗るっていうのも多かったんでしょ。だから例えばそのなんだろう、ヨーロッパで、ね、農場の名前云々っていうところあったじゃないですか。あれなんかが、まあ、日本の場合だとこの屋号に、ね、相当すると思うんですよね。うん、だからほら、だから越後屋さんで働いていた、ね、奉公人は越後屋千吉なんて呼び方されたりするんでしょ。うん、で、その人物が事情があって今度ね、越後屋さんから伊勢屋さんに転職したら伊勢屋の千吉なんですよね。そういうことですよね。うん、なあ、ここでね、こう、読み取れることっていうのは、要は日本はね、西洋文明、ね、西洋文明と出会って初めて文明化したっていう、だからかつては野蛮人が、ね、東の外れの野蛮人の国だ、ね、それがまあ黒船をね、機械に、西洋化して文明化したっていう思い込みのこうホワイトウォッシングの類ですよね、これね。うん、本当にやらしいですよね。うん、まあ実際はね、日本ではその前からね、この姓も名字もありましたけどっていうのが真実でしょ。うん、例えばイタリアね、このレオナルド・ダ・ヴィンチさんだってヴィンチ村のレオナルドさんでしょ。うん、まあ代々続く貴族以外なら出身地とか父親の名前に、なんとか、なんとか王とみたいなとか、マック・ホニャララみたいなのをつけたりとかが、まあ世界でもね、主流だったんじゃないですかね。うん、ね、うん、まあ普通に考えて名前だけじゃどこんちのその名前の子なのか判別できなくなるんだろうから、まあ名字に当たるものって必ずあるでしょうよと。うん、ちょっとね、コンビニ上アパートね、ヒロシとかちょっと面白かったから、それはそれでいいのかなみたいな。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。